神社仏閣学校庁舎ビル、そして民家、滋賀県名建築の宝庫、東近江の工務店アーチ代表の石井聡が建築のマイスターとして滋賀の名建築の魅力を時空を超えて紐解きます。さあ皆さんもなるほど納得してください。建築ガッテン Q スタート。さあガッテン Q は石井さんです。お願いします。日々男前になっていく石井さんです。ありがとうございます、ね、トレンドを追うのが大変なんですよ。トレンドもね、髪の毛もパーマを当てとるさあ、今日もトレンドを建築業界の、はい、紹介していただきますが、はいそうですね、ターゲットがこちらとなっております、はい、今回はですね、うん、ちょっとね建物のご紹介ではないんですけども、今回パナソニックのエコシステムっていう会社に行ってまいりました、うんはいはい、ちょっと概要はこういうことで、はい、この会社はですね、うん、あのパナソニックグループに入っとる会社なんですけども、うん、扇風機の開発から始まって現在はですね換気システムとか中心に空気とか水だとか土壌とかね環境事業を担当されてる会社なんですよね。まあ、室内の空気ということでいうとやっぱり今ウイルスの問題とかあるから気になりますよね。そうです。なんでそういうね最新の換気を勉強してきましたんで、じゃあ VTR いきます。皆さんいきますよ、はい、建築ガッテン Q 出た。石井さん世界のパナソニックですよ。おこんなところお邪魔して大丈夫ですか。大丈夫や、世界のパナソニックやけど俺がちゃんとな許可取ってるからいいよ、ケイちゃん案内するから。ほんまに許可取ってますか。大丈夫かな、怒られるよ。大丈夫。めっちゃなんか癒されるわ、最高やなこれ。何してるんですか石井さん。これね、ケイちゃん、なんか風とかいろいろ感じない、ここ来ると。あ、なんか匂いもめっちゃいい匂いします。パナソニックから勧めてるのが、この換気とかね、この空気だけじゃなくて、うん、こういう空間をデザインするっていうのが最新の技術。これはですね、ソファーの中心部から次亜塩素酸で除菌された空気がドーム型の天井を通ってエアカーテンを作って周りの空気をね、遮断するんですよ。で、これね、めっちゃ面白い。自転車を漕ぐと風とかね、香り、そして湿度まで出てきて、さらに地形に合わせてペダルの重さが変わって、楽しみながらね、トレーニングできるんですよ。石井さん、今日何しに来たんですか。あ、そうやったな。そうですよ次、行こう行こう行こう。ベルトお願いいたします。ありがとうございます。ホテルお願いいたします。こちらのアリエフューハウスでは、普段目には見えない空気を見える化した天井になります、うん。人ってね、一日空気どんだけ吸うかって知ってるかな。知ってますよ、それぐらい。水がだいたい2リットルでしょ、うん、なんで空気はその半分ぐらいの1キロなんですよ。全然違う、これもね何キロでした。18キロです。ほんまにですか。それだけ人って空気が大事っていうことなんですよ。で、その大切さをこの施設で学べるっていうのがここの施設です。それでは家の中でどのように空気が循環しているのかというのをですね、これからご覧いただきます。今1番から新鮮な空気が入ってきております、うん、そして右側の扉の下、隙間がありまして、アンダーカットというものなんですが、その隙間を通って扉の中に、こちらの天井に換気扇がありまして、空気があるふうに流れてるっていうことなんですね。7番という換気扇です。そこから外に、空気を捨てております。今換気がしっかりできているという状態になっております。しっかり空気もちゃんとこう空気が流れてますよ。という小窓があるので、小窓を開けて一度家に隙間を作ってみたいと思います。それでは扉を開けてみます、はい、ちょっと待った。え、それではここでガッテンキュー。扉を開けるとどうなるでしょうか。あ、扉を、さあ扉を開けるとどうなるでしょうか、はい、う、空気の流れがどうなるかということなのかな。そうですかね。さあ、じゃあ大道くんから見ていきましょう。大道くん、扉を開けると、うん、社長が出てくる。パナソニックのちょっと挨拶、はい、ご挨拶遅れましたね。ドクターK、はい、また窓を、ま、さあ前田さんはいかがでしょうか。強い風がバーンってくる。おお、なるほど。たっちゃん、
もう雪がドーンとこう出てくる、はい、雪が答える気はございませんどうなるんでしょうか、正解ははい、風が止まるでございます。止まる、普通抜けそうやけど、はい、実はね、あの VTR で詳しく解説してますんで、はい、VTR どうぞ。では扉を開けます。煙の流れにご注目ください、うん、今扉が開いております。これ、ね、煙で煙の流れがゆっくりになってまいりました。はい、あ、弱くなった。誰かが、まあ、例えばこう玄関から帰ってきたりとか、他のところの窓を開けてもらっただけでも、はい、こういうふうにね、換気のこの煙がね弱まるんですよ。へー、そうで、ってことは換気がそれでされなくなっちゃうんですよ、うん、そうなんですか。家でめっちゃ換気してると思ってました。出すことだけじゃなくて入れることも大事なんですね。そうなんですよ、うんうん、皆さんね、出す方しか考えないんですけど、やっぱり、ね、うん、入れて出す、これがすごく大事。それでは次にパナソニックがおすすめしております強制吸気強制排気の換気のですね方法をご覧いただきます、うん、先ほど1番が開いておりましたが1番今閉めております、うん、で天井面右側に4番というですね四角いグリルがありまして、換気扇ファンを回しながら強制的に新鮮な空気を取り込んでおります。こちらの新鮮な空気がですねお部屋をぐるりと回りまして、右側の扉の下、また6番の扉の下の隙間ですね、アンダーカットを通って扉出た先の天井面7番の換気扇より外に捨てております。で先ほどまで止まっていた羽がですね順にゆらゆらといろいろな場所が動き始めているかと思います。で新鮮な空気が全体に行き渡っているという証拠になります。そうです、全体がねこうちゃんと換気されてるっていう証拠なんですけど、見えへんけど換気ってめっちゃ大事やねんな。はい、外の空気を取り込んでさらに室内を下げない熱交換器っていうのはパナソニックが開発されてます。それを体験できるところを見てきました、はい、入ってください、どうぞこちらの部屋は床から新鮮な空気を取り込みまして、エアコンで温めてまた加湿もしております。で、古い空気は扉の上から外に捨ててます。なので換気はしっかりしてるんですけど、あのちょっと足元がひんやりするという感じ、うん、普通のお家はね、多分ね、こういう環境がね、なんか部屋は寒くないんですけど、なんか足元だけめっちゃ寒いです。そうなんです、あの温度ムラがあるお部屋になります。では熱交換をしているお部屋、こちらお入りください。この部屋は先ほどと基本的な条件は全く同じです。ただ1点だけ違うのが、換気扇の中に熱の交換をしてくれるものが入っているか入っていないか。実はその熱交換換気、熱だけではなくて実はあの湿度も交換してくれているので、あの加湿した空気ですとかエアコンで温めた空気、同じく外に捨てようとしているんですが、本体の中に入った時にまた家の中に温度と湿度を戻してます。なので暖かく潤った形。じゃあこれがね、熱交換装置の仕組みのこの絵なんですけども、あの今冬なんで外の冷たい空気がここに入って、で、あった部屋の温度になるべく近づけて入れるというのがこの熱交換装置なんですよね。これって私も持ってますよね。そうそうそう、それではここでガッテン Q! えらい、よりがいいな。人間のある部分とよく似ています。この部分とは一体どこでしょうか。あー、なるほど、はい、熱交換の仕組み、まあ、人間そうやって空気を循環させてるわけやね、はい、もう皆さん持ってます。これはイージーですね、はい、さあ、じゃあ、せーの、ドン。チンは体中の穴という穴です。なるほど、どこだっけ、喉、喉、おお、なるほど。そして前田さん口、そしてたっちゃんは K です。さあ正解はどうなんでしょうか。はい、正解は鼻ですね。鼻、はい、ま、鼻毛とかもあって、あ、そうです、そうです、はい、あのこのねイラスト見てもらった通り、うん、
あの鼻毛があってそこでまあホコリとかね、花粉とかいろんなものをこう除去してて、でその入ってきた空気をこう温度に近づけて、太陽に近づけて入れてくれてるんですけど、それがそのまんまね熱交換装置と全く一緒なんですよね。はい、だからあんまり鼻毛抜きすぎてるとあかんねんね。そうです、そうなんですよ。だからあともうやっぱ鼻呼吸をする、それがすごく大事ですね。はい、なるほど。よく大道くんも鼻くそ溜まってますもんね。僕鼻くそめちゃくちゃ溜まるんですよ結構寝てる間に間にほじくってるみたいで、なんか枕元に鼻くそいっぱい落ちて、それ大事なんですよ。だから大事、鼻呼吸してるいうこと、熱交換できてるいうこと。そう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 、うん、はい、大事な、大事。前は顔に鼻くそついてましたからねもうええわさあ建築アピールをお願いします。はい、ドン。換気でお家の環境が変わる。はい、もう本当これでねすごく変わりますんで、あのいろんなご相談も、私乗りますんで、まあ、あのアーチにご相談をまたください。いや、まあ、ウイルスの問題とかやっぱり今寒い時期やし、暖気の問題とかね。そうなんですよ、もうそれですごく変わりますんで、ね、はい、ぜひアーチの方にご相談いただきたいと思います。はい、じゃあさ決めポーズいきますか。はい、建築ガッテン9。